皆さん、こんにちは、こんばんは。どうも、コロコロ YouTuber のカーくんです。令和の達人、デッドマンです。デッドマンさん、はい、今日は、おガチンコ対決したいと思います。ガチンコ対決、いいね。いいね、望むところよ。まあ、俺いつもガチンコだけど。ガチンコだけど。いや、なんかいつも、デッドマンさん、すげえ強いカード使ってる気がするんですよね。新しいカード持ってきてるからね。なんかとんでもね、あれ、俺見たことねえぞ、こんなみたいな確かに確かに感じが来てるんで。確かに、ズルしてるかもしれない。今日は、第3章のパックをお互いに使って、ガチンコで勝負したいと思います。やりましょう。僕も、うん、アニメに出てきたカードですね。僕はまずですね、こちら。お、それミラランテだけど。まあ、いつものミラランテですけど、第三章のミラランテをちゃんと使っております。第三章のカードと合わせてミラランテデッキ。はいはい、なるほど。はい。僕はこのババーン D のようマッドデッド。はい。という最新 D2 フィールドを使ったデッキを持ってきました。はい。ちょっとカー君のミラランテ愛が試されますね。まあ俺もちょっとこの最新の D2 フィールドやっぱね、これね。デュエマを教えるものとして負けるわけにいかないんですよ。あれ新しいカードデッドマンが持ってきて新しいカード弱くねって言われるの嫌だから。確かにね。もう気合いできますよ。行きましょう。最初はグーじゃんけんぽい。うわー先行じゃんけん勝てるね。よしデュエマースタートデデン。はい。うわーなんもねえな特に。なんもねえぞ。なんもねえな。ファインド。いきます。マンナチャージを悩んでエンドです。新デッキだからちょっと悩んでるんですね。そう、新デッキだったから。第3章ガチンコバトルだからね、これは。くそ、大変だ。ちょっとね、墓地を使うデッキなんですけど、墓地小屋しカードが来ていない。まあまあまあ今な、お召喚。おお、順調。来た、ダッシュ。いいですか、ブロー。あ、来たな、来たけどな。今な、はい、バグマル君出た時に1体バトルします。バーン破壊タイム。残念残念残念。しかしドロ。まあまあこれぐらいでは光のデッキですね。なんかちょっといろいろ普段のカークミラーに入ってないカード入ってるけど、うーん、にゃおさあにゃお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 だな。これはうん三マナ三マナ。お、召喚。ああ、信頼度もラーラコスト2軽くする強力なクリーチャー。でもね、エンドだね、これは。うーん、ドロ。ああ、くそくそ、これはチャージしたくないが、コンボカードだからチャージしたくないが、くそ、ここ2枚目チャージしたくねえな。タイムド。これはちょっと、ぼっち壊しカードが来ないと厳しい展開か。ドロ。よし、いける。お、いける宣言。いける宣言、本当か？これもう、はい。でララーがまず光のコマンドのコストを1軽くします。で、マナブソー3でドラゴンをさらに1軽くつける。なので進化。うわー、ミラクルズ早い。できるでしょ。できますよ。ガチだから、これガチですね。これガチだから。ガチなのか。出た時に、2体まで選んでタップして、次のターンアップしない。そしてトリプルブレイカー。トリプルブレイク、まさか。すげー。これいいですか。はい、バリーン。なんもない。おっ、なんもなくねえわ。なんもなくない。どうした。俺もうっかりした。なになに。ドドン、 D の上マットレッドウッド。なんとこのカード、ええ、なんとこのカード、トリガーついてます。え、嘘。トリガーついきの D2 フィールドです。うっかりした。あー、トリガーついてんだった D2 フィールドのに。ボーン、つえつえ。はい、で、あと2枚。2枚バリーン。しかしもう1枚いいですか。なんだか、バン。お、まだ。お、お、どうだ。これは、なるほど、ちょっとテクニカルなことしちゃおうかな。キザムを召喚。はい、はい、キザムの効果で、マイナス2000します。1万で、あと出た時にバトルできます。はい、バトル、バーン。1万と1万と3000。うん、うん、バトルします。はい、でバトルするんですけど、まあいいよ、バトルして。破壊されました。はい、え、うん、バトルしました。はい、いいですよ。エンドです、うん、エンドですね。エンドですよ。はい、ターン開始時、はい、デンジャラスイッチ。何ですか。はい、デンジャラスイッチ発動します。デデンデンデン、デンジャラスイッチ、キューオン。各プレイヤーは自分のクリーチャーを全て山札の一番下に置きます。はい、消えろ。え、消えちゃうの。消えます。くー。その後、うん、墓地からクリーチャーを全部出す。はい、キザムの効果でアクロアイト破壊。あかん、アクロアイト破壊。もすごいな。もっと貯める予定だったが、まあちょっとなんか面白い。すごいでしょこのカード。そしてね、ついに回ってきたよ俺のデッキも。何ですか。ようやく来たぜ。これチャージしなくていいか。サムのタップ、ようやく持ち越しかった。イラードチャージャー。手札から1枚捨てます。マッドデッドウッドを捨てます。はい、ドロ
で、これじゃあね、ターンエンド。了解です。こっからこっからこのマッドデッドウッドの恐ろしさ、まあ、今試しに一発使ったけどこんなもんじゃない。エンド。お、いいのかい。あかん。あかん、いいのかい。あかんだ俺。ドローします。じゃあチャージ。はい、ここで6マナタップ、デレン禁断 V フィーダース、はい、出た時に山札が3枚を墓地に置きます。1、2、3。その後墓地から闇また火の D2 フィールド1枚出せます。張り替え、あかん。ターンエンド。そしてまた D2 フィールド発動できるなってこと。やばいなこれ。やばいだろ。なんか、え、溜まってません？なんかちょっと。ん？ちょっと今3枚ダメだけど。ターンエンド、ターンエンド、ターンエンド。いいとこ気づいたね。ドロ。さあガンガン行くぞこっから。まずまず三振5マナ。このマッドデッドウッドむちゃくちゃ強いっすか。あ、強いガード。ドロできるね。エンドですか。エンドですね。まあ、ここはあえて使わず、はい、一旦使わず。どうします。2マナをタップ。じゃあ、はい、バグマルくん出ます。ちょっとなんかさっきいい感じだったのに。2戦でバトル、バーンで、破壊されたんでワンドロできます。はい、はい、ミストリスも出た時ワンドロできますよ。あ、そっか、ワンドロお得。3マナをタップ。よっこいしょ。はい、ショートショットマグナー。実はこのマグナーが強力なんですね。フィーダスで攻撃してもいいな。フィーダスでダブルブレーキ。はい、バンバン、バリーン、ほい、バリーン。では、キザムもアタック、バーン、バリーン。はい、ターンエンド。恐ろしい、思い知るが良い。やばいっすな。やばいっすな。マッドデッドウートの恐ろしさがそろそろ発揮される時が来たかな。出して、うん、6。お、6召喚。召喚、はい、コマンディオ。カード1枚引いてその後コスト5以下の光のクリーチャー出せる。ドロ。5以下出るのか。まだ第3章のカード見えてないけど出るのか。わかんなー。なら、はい、エンドですね。 D の上マッドウートデッドのデンゼラスイッチ発動。はい、お互いのクリーチャー山札の下に送りますが、はい、が実はね、もう一個能力ついてます。自分のクリーチャー全てにウルトラスイーバー多色クリーチャーを与える、うん、つまり多色クリーチャーがどっか行くときに自分の人を破壊すると残せるっていう能力です。はいはい。なのでマグナムを破壊してフィーダスを残します。残す。で、キザムはまあいいや、どっか行っちゃう、うんうん、はい、じゃあ全部行きました。行きました。はい、でですね、戻ります。はい、戻ってきます墓地から。強っ。が、で、こっちも出るんです。戻るんですね。が、が、何？このマグナム君、はい、自分のターン中に相手のクリーチャーが、うん、バトルゾーンに出るとき、はい、バトルゾーンの中に墓地に置かれます。つまり出ない。こいつが出ない。俺だけ出す。ちょっと俺だけ出すよ。強いよ。強いでしょ。で、フィーダスしか出た時の効果、3枚落として再びマッドデッドウッドを肩回収する使えるように。ちょっとちょっとこれ強すぎます。こいつは攻撃できないんですけどね。フィーダスだけ攻撃できます。ちょっとちょっと、え、ちょっとちょっとちょっと、これマッドデッドウッドスーパーコンボ。ちょっと強いでしょ。じゃあ6マナをタップ。まあもう一気に決めに行きますよ。もう、はい、お願いします。はい、 M の悪魔竜リンネヴィーナスを召喚。おう、マナ武装4。出た時にマナゾーンにレインボーカード4枚取ると効果発動します。自分の墓地からコスト5以下のクリーチャーを1体出す。ドン。無茶でんな。その後自分のクリア全てはスピードアタッカーに。自分のクリア全てはスピードアタッカーに。クククククク。フィーダスでダブルブレイク、バンバン全部アタック完了。自分のターン中相手のクリーチャーは出ない。ダブルブレイク。やばいよ、負けた。リンデビーナスでダイレクトアタック。負けました。ガチッショッシャー。マッドデッドウッド、それ何回も張り替えましたね。そう、このフィーダス実は2枚いるとマッドデッドウッドがぐるぐるするんです。いやすごい、これすごいでしょ。いや、というわけでこのカードは、はい、まだまだデッドワンさんには勝てないってことですね、うん、ちょっとカード持ってカードでもね、やばかったんですけど、これ鳥がついてるんだよね、このカードに。あ、そこポイントだったね。そう、鳥がついてるんで出せたっていう感じだった。その後コンボぐるぐるコンボに持ってった。はい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 、超強いです、このカード。いや負けました。はい、というわけで負けを決めてくれたのでガチ対決は俺の勝利です。この D の今、まあ、でもね、第3章の形は見えなかったけど今後また出てくるんですね。今後ですね、今後今後対このダークミラダンテ3を、はい、やりますんで、はい、わかりました。というわけで皆さん、バイバイ、またね。強すぎるこのカード。は
はい、というわけでこの動画面白かったよーって人はコロコロチャンネル登録してくださいね。登録してくれ。登録するといいこといっぱいありますよー。見放題見放題見放題いいですねー。